さんこんにちは。どうもまぶし。今日はですね、夕まずめからエギング調校やっていきます。前回のねサポッティングちょっと不甲斐なかったですよね。2日にわたってやらせていただいたんですけど、ちょっと納得のいかない、内容だったんで、リベンジ戦ということで早春のアオリイカをね狙っていきたいと思います。はい、前回とはねちょっとポイントを変えてやってきました。で今日はね小潮なんで、外洋、潮がこう比較的に流れる外洋の方に入ってきました。ということで早速実調やっていきたいと思います。よろしくお願いします。地元のね、ジーソですね。岬の方に来ると風がやっぱり出てますね。まあまあまあちょっといろいろやってみましょう。はい、まずはねサーチ系のエギから投げてます。ラークマスターの軽オレンジから予報とね違って風が結構あるので、ちょっと考慮してまずはねワンタの方から探っていきます。今日ね実はね入りたかったポイントがあったんですけど、日曜日ということでね、エギンガーがすごく多い。いやー素晴らしいことですね。盛り上がっておりますよ長崎も。結構煽られちゃうね。広いジーソなんでねこうあちこち打てるんですけど、風がね結構あるんでそこを考慮してやらないといけないですね。霜りがめちゃめちゃ入ってますね。ここは居ついてくれてれば、早そう。ちょっと背際を狙っていきます。はい、ここのラインですね。このライン、この背が入っているところ、際を狙っていきます。もう根がかりしないようにね。で今日はですね土管が、7時半ぐらいだったかな、8時前ぐらい、今夕方の5時半ぐらいなんで、干潮の上げ始めのタイミングをねちょっと狙って入っております。狙いのポイントではないんだけど、この風だったら入りたかったポイントも結構厳しいんじゃないかな。はい、ちょっとエギチェンジです。ダートマスター 3.5 号ですね。濁り状マスター、この濁り状マスターっていうのはね2パターンあるんですよ。こちらドン、マーブルとゴールドなんですよね。はい、この違いがあるよと。こちらはマーブルの方ですね。こちらはマーブルちゃんの方でございます。こっち投げてみるか一旦。横風、あ風がねちょっとね落ち着いてくれればねやれそうな感じはある。今日は潮の流れ次第ですね。小潮っていうことでねあんまり、速い動きはね期待してないんですよね。ただ回遊する、ポイント、回遊ルートがこの陸に近いところなのかで沖向けなのかっていうのが変わってくるんで、今回はですね3月下旬に発売予定のマグキュータングスネ、はい、これエビの中にタングスネ、これによってキャストした時に飛距離が出ますよっていう。なんで沖の回遊にも、アプローチできるんじゃなかろうかと。はい、そういうことでございます。後でね試していきたいと思います。水深がある沖の方にねちょっと移動してきました。こちらマグキュータングステン 3.5 号、こちらでやっていきたいと思います。飛んでくれよ。ちょっとジグ投げるみたいにねラインを結構長めに出してます。あー飛ぶ飛ぶけど風でやっぱりちょっと戻ってくるな、押されるな。まだ出るんだろうけど飛距離、日がだんだんとね沈んでまいりました。あと30分ぐらいやないの。風がねだいぶ落ち着いたんで今チャンス。いやーこっち側がねやっぱり良かったな。まだ
右側がマシやったな。こっちの潮の方が間違った気がします。ワンド入り口あらへんを探っていきます。もう若干水深があるんじゃないかな、ここは。うーん、お気に入るんよね、鳥。見えるかな、鳥。うわー、バシャバシャしてる。なんだろう、ベイトはいるっていうことは分かるんで、例えば青物が沖にいるって考えたら、イカはさらにまた沖か、この手前を避けて多分回遊すると思う。手前向きに回遊するんであれば絶対釣れる、うん、絶対釣れる。で今、ナブラが起こってるってことはベイトも、浮いてて、フィッシュ板も浮いてると。っていうことは、イカは、ボトムを回遊するんじゃないかと。名探偵、金田一、コウスケの方です。コウスケやったっけ？金田一はじめが孫。アニメとかほら、漫画とかになったやつ。金田一コウスケがおじいちゃんじゃなかったっけ？そもそも違ったりしたのも笑うけどね。もうコウスケって誰やねんってなるから。近代一一家にはおりませんってなるから、コウスケを釣り上げてみせますよ。バシャバシャしてるね、いいね、真面目ってるよ。風向きがちょっと変わったかも。いい、もうちょっと押してくれんかな、後ろから。お、当たったよ。確実に当たったよ、今。下りじゃない。パンチやったよ。はい、こちらちょっとエビを変えていきます。ダートマスターの 3.55。リアル磯筋エビ。潮目がね、出てるんです。見えるかな？あ、いいとこ。この潮目はね、ありがたい。寒くなったからジャケットも来ました。まだね、寒いよね、うん、3月頭ですね、今。さあ、リア磯ちゃん深いね。一旦ボトムまでしっかり落としていきます。さっきのね、推理通りやっていきたいと思います。食うなら今やろね、逆なら今この潮やと思う。これ以上多分今日動かんのやないかな。よいしょ、イカじゃない。でかいよ、これ。イカじゃない。いい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 。おい、浮いてこないもん。ギャフ案件じゃないの、これ。準備だけしとこうか、ギャフの。ライトもつけて。ボトムやったよ。しかもリアイソ。あげようか、ちょっと。あ、このしなりよ。結構あるよ。リサイズ。待って、開いてない。ギャフがね、開いてない。よしよしよし、開いた。はい、ゴー。
はい、サイズありがたき、たき、たきちゃん、たきちゃん、よし、よしよしよし、キロあるか、ありそうではあるけどね。やりました、皆さん、お見せしたいと思います。イカさんでございます。ほら、いいじゃない、いいんでないの、ユーマ詰め名探偵よ。金田一出た、金田一康介の方です。高一です、金田一高一さん、ありがたきなのよ。ちょっと測っていこう、お水をね出して、はいはい、ジェロジェロね、かけるよ、見えんとさ、ちょっと待って、どうどうなの、見える、見ていい、見るよ見るよ、ドン、いないやないかい、まあいいでしょう、はい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 、まあいいよ、うん、いいサイズだもん、930ぐらいか、はい、ありがたきでございます。いただきました、はい、ってことでお疲れ様でした。短時間調光でキロなかったけどね、いいサイズ取れましたよ皆さん、ありがたき。金田一康介なのよ、そう康介いるのよ、実在するから皆さんウィキペディアで見てみて、金田一康介。今回釣れたエビ、ダートマスターの 3.5 号リアルイソスジエビ、鉄板エビですから、リアイソは。今回のサポッティングはね、前回のリベンジ編ということで、まあ、サイズアップしたからいいでしょう。皆さんぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録ねしてない方、ぜひポチッと、優しさをポチッと、はい、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。気分がいい今日は。